はい、こんにちは、TA です。今日はですね、日本郵政グループ3社の IPO について見ていきたいと思います。IPO ですね。日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の3社ですね。11月4日に上場します。超大型の案件ですよね。今年一番の話題なんじゃないのかなと思っています。で、今日見ていくのはですね、その時の日経平均の動き方ですよね。それについてですね、今見ていますように、この財のページからですね、見ていきたいなと思いますね。ここですね、日本郵政は1350円、ゆうちょ銀行が1400円、かんぽ生命が2150円と。で、単元株数3社とも100株なんで、3社合計してもね、だいたい50万ってことでですね、ニーズの非課税が100万円に収まると。で、今回はですね、個人投資家に90%くらい配るらしいんで、ちゃんとですね、個人投資家の懐具合が分かったような価格設定となってますね。で、売り出し価格なんですけれども、ここではですね、初回だけで1兆から2兆円に達すると書かれてますけれども、だいたい1.4兆円ですね。初回だけで1.4兆円です。初回ということはですね、2回目、3回目もあるということで、はい、ここはですね、日経新聞のサイトですね。麻生財務省、郵政上場でね、4兆円の復興財源確保したいと書いてありますね。で、この郵政の株ってですね、4兆円欲しいなということをですね、で、今回1.4兆円なんで、まだ2.6兆円足りないんですね。ということはですね、将来的に、この郵政3社ですね、売りが降ってくるんだろうなということはもうあらかじめ分かってるわけなんですね。そういうふうな案件ですね。で、ここにですね、ありがたい情報を書いてありますね。今回、主幹事会社というのがですね、結構11社あるんですけれども、他にもですね、証券会社でがですね、日本郵政グループ3社の IPO を取り扱うことを判明したと書かれてますね。で、合計62社と。で、代表的なネット証券なんで、ネックス、SBI、松井、立花、マルサ、アンド、武蔵、大東と。多分どれかの証券会社使われてるんじゃないのかなと思いますね。というわけで、日本郵政グループ3社の IPO 株の抽選はですね、誰でもできるでしょうと。で、今回は結構当たりやすいんじゃないのかなと思いますね。財の記事見てるんですけれども、実際、情報提供されているのはですね、イベント投資の達人の夕凪さんですね。ゆうなぎさんがですね、過去の大型新規上場案件を見てですね、今回どんな風に動くのかなというような予測をされています。ゆうなぎさんの分析はこれですね、過去の大型 IPO の上場日前後で、日経平均株価ですね、その大型 IPO の株ではなくて、日経平均がどう推移したのか。はい、というわけですね、ここですね、グラフにですね、大型 IPO 上場日前後における日経平均の推移がここに書いてありますね。今回はですね、5、6銘柄、5銘柄か6銘柄だけなんで、実際はどんな風に動くかわかんないんですけれども、傾向はわかりますよね。上場日前ってのは一旦下がってるんですね。11月4日までまだ時間ありますけども、だいたい下がると。一旦下がった後にですね、10日前ぐらいからですね、ちょっと上がってきますよと。で、ここですね、ポイントはここからです。上場日からですね、ガーッと下がっていくんですね、日経平均株価。これなんでこれ一旦下がるのかと言いますと、今回大型 IPO 株ですよね。というわけですね、その株を買うためにですね、他の株を売ってくるんじゃないのかなというような恐れからですね、下げたんじゃないのかなというふうに、ゆうなぎさんは推測されてますね。でも実際そんなことはなかったよというわけで、ここに戻っていると。ポイントは上場日の後ですね、はっきりと下がってますと。はい、ここですね、より重要なのは株式上場後の値動きだと。日経平均の動きですね。上場直後から約40営業日後にかけて、2ヶ月ですよね。日経平均株価を再び下げてきていますと。で、なんで下げているのかなってことなんですけれども、これはですね、インデックス組み入れに伴う本当の需給の下げではないのかと思われます。トピックスへの組み入れなんですけれども、これはですね、上場日、翌月末に組み入れられるんですね。そういうふうになってるんですね、トピックス。で、その組み入れが1140営業日後だったんだろうと書かれてますね。さらにですね、MSCI はアーリーインクルージョン、FTSE はファストエントリーというルールで起用していますと。市場に影響力のある銘柄は、定期採用日を待たずに、株式上場後、早期に採用し、指数に取り込むというスペシャルルールなんですね。すごい影響力のある銘柄の場合はですね、とっとと指数に組み入れますよという、そういうふうなルールがあるらしいんですね。で、2010年10月に株式上場したリクルートの場合ですね。こっちの場合は上場日入れて、10営業日目にですね、MSCI、5営業日目にですね、FTSE に組み込まれました。とはいえですね、実際に採用されるかどうかというのはですね、通常ですと上場日当日の夜らしいんですね、発表されるらしいんですね。で、今回は組み入れられるかどうかってよくわかんない
というわけで上場日にどんな発表されるか要注目ですと。で、もしですね、MSCI とか FTSE に再発表されたんでしたらですね、相場の需給が悪化させる圧力より高まる可能性が高くなると書かれてますね。まあ、そういうわけでしてですね、まあ、MSCI とか FTSE がどんな発表するのかというものを注目しつつですね、で、もう一回見ますと、まあ、上場日、日経平均は落ちてますよということですね。はい、というわけでですね、日本郵政グループ3社に、の上場が11月4日に迫っていますけれども、まあ、その時ですね、日経平均どんな風に動くのかなということをですね、まあ、ゆうなぎさんの書かれた記事を見ていきました。この3社のですね、個別銘柄の動きについてはですね、まあ、ぜひですね、このダイヤモンド財のですね、ページからですね、見ていかれるといいと思いますね。まあ、ゆうなぎさんが面白い分析されています。というわけで、以上、TA でした。